アシュレディオ。さあということで、はい、第10回目始まりましたね。始まりました。ついに2桁投手ですね。今回も、吉岡さんに来ていただいて、はい、よろしくお願いします。やっております。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと、私の方からまた質問とかピックアップしてやっていこうと思うんですけど、はい、どうぞ。関西出身の方のちょっと質問なんですけど、はいはい、ビーツを今後関西でも展開する予定はありますか、はい、っていうところと、その人がなんか個人で、うん、あのジムのブログを書いてる らしく、なんか個人での取材は可能ですかみたいな感じなんですけども、はいはいはい、うん、ちなみにその関西の出店っていうところはどうでしょうか。いや、関西はめちゃめちゃありますね。おっていうか、あのビーツはそもそも大阪で展開しようと思ってたんですよ。あ、そうなんですね。はい、へえ。僕のマーケティング、あ、そうです、そうです、はいはいはい、はい、結局最初代官山に出したんですけど、はいはい、僕のマーケティング的には大阪の方が絶対に、へえ、あの成功するっていう確信があったんで。どんな理由から。やっぱ一つはそのパーソナルトレーニングっていうのが大体今って20万円から40万円くらいかかってしまうものを3万円でやってるっていう、やっぱそのユーザーに対するお得感、うんうんうん、めっちゃお得やんっていう、なんかその、うん、あのお得っていうことですよ、うん、でもう一つはその、まあ、ビーツで働いてるメンバーに僕はすごい高い報酬を払ってるんで、うん、そこがやっぱあの稼げるっていう、うん、そこに対してやっぱりマネーに対してすごい大阪人って、うんうんうん、素直な印象と確信が僕にはあるんで、で、まあ、大阪で展開したら、あとは大阪にそういう人脈も東京よりあるんじゃないかなっていうぐらいのっていう、なんかその気がするんですよ。なんで大阪でやろうかなと思ったんですけど、やっぱりその東京でまずやって、まあ、東京のがちょっとハードルが高いとは思うんで、なんかその方がちょっと面白いかなと思ったっていう感じですね。ああ、東京で成功させてから関西に持っていくみたいな、はい、そしたらもう一つ間違いないものが積み上がるというか、うん、まあ、それが僕の戦略ですね。なんで大阪の展開は一気にやります。へえ。おそらく来年の、今2018年ですよね、はい、で2019年の8月以降ですね。へー、夏以降に一気にやります、大阪は。一気っていうのはもうタドドドってテンポが出るみたいな。そうですね。ね、今回の東京もね、もう2号店もあれだし。そうですね、2号店が麻布にできて、はいはい、今3号店をまだ誰にも言ってないんですけど、はい、表参道で今、はい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 、探してるんで、うん、多分ですけど表参道にそろそろ契約をするんですけど、そろそろ表参道になるかな感じですね。東京で何店舗ぐらい出す予定なんでしょう。東京年内6店舗ですね。年内に、あ、年内というか、ビーツを作ったのが8月からなんで、7月までに6店舗かな。で大阪ではそれ以上のペースで出していくみたいな。いや、大阪は、まあ、一つの箱をもうちょっと大きくするかちょっと分かんないですけど、大阪って言ってもあの北と南にしか出すイメージは僕はあんまな、しかないんで、はい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 、あ、そっかそっかそっか、はい、だからまあ梅田に3店舗、うん、南に2店舗みたいなイメージかなっていう。なるほどなるほど。まあでもそこもあの実際蓋を開けてみてからどうなるのかっていう、そこにどう柔軟に対応していくのかっていう、そこのなんていうんですかね、ワイルドな、うん、店舗ってすごい柔軟に対応しにくいじゃないですか。はいはいはい、店舗なんで、はいはいはい、で僕は店舗すげえと思ってるんで、うん、エネルギーがやっぱり、あ、で店舗なのにもう柔軟に、はい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 、店舗を動かすこの腕力みたいなところにちょっと興奮しました。楽しみを感じちゃってるわけですね。はい、ああ、でまず柔軟にやっていきますね。うーん、まあ、東京大阪以外は出さない。はい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 。例えば福岡でちょっとビーツやりたいですわみたいな人が出てきたら、いやー出さないですね。あ、そうなんだ。多分、はい、福岡は正直確信がないです。
僕は基本的に確信があることしかやらないんで、うん、だから東京のビーツももちろん確信があったし、うん、大阪のビーツも確信があるんですけど、福岡のビーツはちょっと確信がないですね。うーん、なんかね、福岡とか名古屋とかね、うん、札幌とか、まあなんかある主要都市みたいなところに、うん、っていう感じではないわけですね。そうですね。なんか福岡の不動産がよっぽど安いとかあったら、なんかちょっと、まあ、ビーツじゃなくて、まあ、ちょっと違う事業をやろうかなとは考えてはいるんですけど。あ、前回話してたようなちょっと飲食みたいな話とか。いや、違いますね。フィットネス系でもう一個やろうとは思ってるんですけど、そこまだちょっと言えない。へぇまだちょっとちょっと言えないやつがあるんですね。やつなんで。えぐいやつがあるんで。へぇ、決してプロテインとかアパレルじゃないですね。ああ、はい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 。そういう話じゃないです。はい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 。なるほどなるほど。はい。で、なんかその個人でジムについてブログをやっていて、ビーツを書かせていただきたいのですが、個人での取材を受けてますかって書いてますけど。受けてないです。もう取材受けないんでしたっけ？取材受けないです。それは取材受けないっていうのはなんで？いや、取材を受けてもいいんですけどっていうぐらいのニュアンスですよね。あ、取材を受けてもいいけど、結局その取材する人が聞いてくることって、結局なんか目標達成がどうとか、プルデンシャルがどうとか、ハリウッドがどうとかっていう結局過去の話で、うん、なんかそこはもうなんか他にいろいろ記事があるんで、うん、それを見てくれたらいいんじゃないですかっていう。なるほどね、はい、ってなると、なのになんでその過去の話を取材したいんだって言われたら、もう自分のページビューが欲しいとしか思えないじゃないですか。あ、はい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 、そういう人と別に付き合いたくないっていう。あ、まあ、実例はこの間 R25 の取材とかもそうだったんですけど、最悪だったんでR25 はマジでムカついたんで、ああいうことになるんですよね。この人はなんかビーツについて書かせていただきたいって言ってますけど、ね、あ、それはすごくいいと思いますよ。でもそれはまあご自身で思ったように書いたらいいんじゃないかなっていう。僕自身の取材はちょっとまだかなっていう。それはもちろん戦略的にまだビーツの取材を受けないっていうのもあるし、受けるときに思いっきり受ける感じですかね。やっぱまだ都内に代官山麻布に2店舗っていう状況でビーツが来てる。ビーツは間違いなくこのフィットネス業界をえぐいぐらい席巻していくと思うんですけど、多分それを理解できてる人が今あんまりいないんで、今例えばどっかの例えば大手だとしても取材を受けても、多分その読者があんまり理解できないっていうか、早すぎちゃう。今早すぎですね、ちょっと。なるほどね。なるほどなるほど。ただビーツはえぐいことになりますね。その確信はもうバッチリ。その確信はあります。了解です。ちょっと次の、はい、なんかトピックでちょっと今日ツイッターで流れてきた、アベマ TV、 ほう、3年連続200億赤字に漂う不安みたいなこうニュースがねちょっとこう出てきたんですけど、ほう、アベマ TV とかって見たことあります？アベマ TV、 あります、あります。アベマ TV が出てきた時ぐらいに 見ましたね。何見たんですか？いや、全然覚えてないですあ、アベマ TV ってこういう感じなんだっていうのを見たって、見たっていうか、触った感じです。その素人からすると3年連続200億赤字ってどういうことって思うんですよ。それ大丈夫なのっていう、その経営してない人からすると、はいはいはい、なんかそんな赤字めっちゃあって大丈夫なのかなっていう、なんかあるじゃないですか。今期は何十億何百億赤字でしたみたいな。はいはいはい。え、お金大丈夫なのっていう。うん、まあなんかいろんな戦略が見えますよね。あ、僕はすごく面白いなと思いますけど、はいはい、あ、本当にもしかしたら本当にガチでやばい可能性もありますよ。ガチでやばいっていうパターンもあると思いますけど、さすがにアベマに限ってはそんなことないんじゃないかなって僕は踏んでるんですけど、要はどういうことかっていうと、まずその印象操作ですよね。はいはい、赤字になると株価が下がるじゃないですか。はいはいはい、え、あの会社大丈夫っていう、要はその投資とか株って結局自分がどう思ってるかで動くんじゃなくて、みんながどう思ってるかに対して動くんですよ。はい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 、なるほどね。
だから例えばアマゾンの株が上がってますって言っても、うん、僕がアマゾンが好きだ、うん、いや僕は楽天市場の方が好きだよとかっていうその個人の好き嫌いじゃなくて世界の皆さんがどう思ってるか、うん、アマゾン自分がアマゾン絶対来ないと思っても、うんうんうん、全員がアマゾン来るよねこれ絶対、うん、っていう風潮が株価を上げるっていう、はい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 、で一方でそのアベマは電通が絡んでるし、うん、テレビ朝日も絡んでるし、うん、やっぱそこら辺のメディア業界のプロの人が仕込んでる情報を流してるわけじゃないですか結局、はい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 、で200億赤字って言ったらみんな株を買わなかったり株価が下がったり、うん、株式を公開してるかとかもちょっと分かんないですけど、じゃあその時に株価を持ってる人がめちゃめちゃ得するじゃないですか。あっていうことです。はい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 、で株価を今のうちに絶対来ると思えば思うほど今のうち株価を下げまくってか自分が株を手に入れた方がありがたい。なるほどね。だから別にあんまりアベマの200億赤字っていうのは僕は別に何とも思ってないかな。あーなるほどね、はい、むしろ今のうちに株買ったらいいんじゃないかな。はい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 。でも本当に実際それがどこまで収益ができるのか、うん、っていうのはもちろん事業をやってるそのトップの人はもちろん、うん、明確な算段がもちろんあるとは思いますけど、うん、なるほどなるほどね。まあでもテレビ朝日が持ってるスタジオだったりとか、うんうん、まあ、その資産を使いながらお金もかけずに、うん、でテレビ朝日が持ってるディレクターとかプロデューサーにそこを作ってもらって、うんうんうん、でまあ電通とテレビ朝日とかでいろんなところからまあお金出してまあ作って、うん、まあ、200億赤字、まあ、制作費で、うん、あとはタレント代で、うん、そんなに問題じゃねえんじゃないかな。まあでもあとはだからそれをどうやって収益化するのかっていうのはちょっと僕あんま分かんないですけど。なるほどね。もし本当にヤバいんだとしたらテレビを見る時代って多分なんかそのアベマができたのって、うん、そもそも僕視聴率だと思うんですよ。うん、あ違う違う違う、アベマは電通じゃねえや、ごめんなさい、あサイバーエージェントか、サイバーエージェントテレビ朝日ですね、うんうん、ごめんなさい。で電通を潰そうとしたやつですよね。ああ、そうなんだ。が思うのはいや、どういうことかっていうと、要はビデオリサーチっていう、要はその、はいはいはい、木村拓哉がなんとかした瞬間視聴率 16.8% みたいな、なんかそういうなんかあるじゃないですか、はい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 、瞬間視聴率なんかあるわけねえじゃないですか、はいはいはいなんで木村拓哉がなんか、ちょ待てよって言った瞬間に視聴率がバッ、みんなその瞬間テレビつけたのみたいな話じゃないですか。はい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 、はい、なんかもう意味がわかんないですよ、よく考えたら、うん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 、っていうのを、本当か嘘かわかんないですけど、その視聴率っていうのを作ってるもの自体が電通の子会社だし、ああ、はい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 、それが真実かどうか皆さんが調べていただければいい話だと思うんですけど、はい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 、で、電通はこの番組は視聴率がすごい高いです、うん、だからここ の, あのテレビ枠を買うのはお金がかかりますよって言って、うん、じゃあはい1億円ください、はい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 、はい、月9っていう枠 を,、うん、をわざと視聴率が高いっていうふうに見せて、うん、じゃあここは2億円です、うん、はい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 、それお前が勝手になんか視聴率とか言ってるだけじゃないかって話じゃないですか。それをサイバーエージェントとかテレビ朝日とかがいやそれは違えよ違えだろっつって、うん、ウェブだとリアルタイムで誰が何人見てるか分かると、うん、だからそのリアルタイムに対して広告費っていうのをつけた方が合理的じゃねえかっていう、はい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 、透明性があるじゃねえかっていう企画だと思うんですよ、そもそもは。あ、はい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 、だし今テレビで見るっていうよりも SNS で見るしスマホで見るし、はいはいはい、っていうなんかそれが相まって一つの企画ができたと思うんですよ。はい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 、だから完全に何だろう、その視聴率って観点で言うとテレビ潰しですよね。なるほどね。いやクライアントは電通にお金払うよりもアベマにお金を払った方が何だろう、透明性があるんです、視聴率に対して。あ、だからこの金額なんですら分かりやすいですっていう。ただアベマでテレビを見るかっていうのが一番の問題かなっていうのはちょっと僕は感じますけどね。ん、アベマを見るかってこと？はい。ああ、アベマを見ますか？僕は見ないですね。今の中高生とか見てるんですかね。あ、まあ、若いアベマって見てるんじゃない、見て、うん、見てるんじゃないですか。なんかちょっとこうアイドルとか出てたりとか、わかんないけど。でも YouTube は
YouTube も見そうじゃないですか。見そう見そう。だから競合してんじゃないですか。可処分時間の奪い合いですよ。でもアベマとかってなんかタレントとか使ったらどんどんお金がかかるじゃないですか。はいはい。でも YouTube がタレントギャラかかんないから自費で全員やってるからそっちとも面白いじゃないですか。あー、でもなんだっけ、スマップがやめた後アベマでなんか始めたりしたじゃないですか。うん、そういうなんだろう、テレビではできないことをやるみたいな。うん、でも YouTube ではアベマって例えばパソコンの中で見れるんですか。見れるんじゃないですか。YouTube と同じぐらいの感覚で見れるのかな。見れるんじゃないかな。アベマ素人の2人か。だからそのなんだろう、アベマYouTube を作ろうとしてる、あ、YouTube を作ろうとしてる感じなんですかね。あー、でもなんかいろんなジャンルのありますね。ニュースとかドラマとかアニメとかこう、うん、あ、格闘技とかなんかスポーツとかなんかいろいろありますね。うん、それ番組表とかもあります。なんか普通にテレビ作れる人が、テレビのディレクターじゃないですか、それ作ってるの、うんうんうん、テレビのディレクターが普通にガチで作って YouTube に上げたらいいんじゃないですか。あー、なるほどね。それをなんでアベマでやる必要があるのかっていう。はい、だってもうプラットフォームは YouTube の方が便利だし、うんうん、でかいわけなんで、うん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 、まあ、YouTube、日本版 YouTube みたいなのを作りたいっていうならまあわかりますけど、うんうん、どうするんだろうな、まあ、それは普通に気になりますね。うん、質問したい。逆に、はい、どうしていくんですかねっていう。なんかメディアに強い人とかいないですか、ね、聞いてみたいな。誰かいらっしゃったらぜひ回答をお待ちしてます。まあゲストでいらっしゃっていただいたらすごくいいと思うんですけど、なんかこういうところでなんかメディア論とかやってるなんか東大生とかに来てもらっ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 てもら、ああ、シャイニングマンデーみたいなやつですか。あ、そう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 、月に1回月末の金曜日は早く帰ろうみたいな、で1回いっぱいお金使おうみたいな、そういう、はい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 、そういうのどう思いますか。ちょっとプレミアム、あ、政府が決めたんじゃないのかな、そういう、あ、ちょっとだからそういうなんかなんだろうな、僕としてはなんかおじさんっぽい感じがありますよね。なんかちょっとなんか金融緩和とかもそうですけど、はいはいはい、お金を吸ったらみんなお金使うだろうとか、そのおじさんじゃないですか発想が。うーん、ちょっと早く返したらみんなお金使って景気が良くなるんじゃないかっていう、そんな国民は単純じゃないですよ。だからなんだろう、そのもっと巧妙に、だからそういうところになんかもっと広告代理店、まさに電通みたいな、そういうコミュニケーションデザインができるような人をどんどん入れ込んで行ったらいいんじゃないかなって普通に思いますけどね。例えば、なんだろう、いや、要は結局それって政府と企業が組んで、あの残業代を減らそうって、そしたら企業利益出るよねっていうだけの話で、はい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 、企業にとってはいいことしかないじゃないですか。あ、だから電通とかもあの働く時間が短くなって、社員はブーブー言う、なんか稼げないとか言うけど、裏を返せば企業はその人件費がめちゃ、もう半分ぐらいにカットされてるんで、めちゃめちゃその分儲かってる、利益が出まくってるじゃないですか。電通も儲かるし、電通の株主もバンバン、バンバン財じゃないですか。っていうなんか裏は 僕からしたらすごく見えるっていうのはありますけど、でも本当にお金を使ってほしいんだったら、みんながお金使うような事業をやれよって僕は思っちゃうんですよ。国単位で、はい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 、例えばですよ、例えば、はいはい、企業のロビーにめちゃめちゃ可愛いお姉ちゃんがテキーラガールみたいな感じでテキーラを持ってくるっていう、あのレースクリームのやつ、みんなテキーラ500円ぐらいで買うじゃないですか、はい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 、で、えーとか言いながら、え、いいじゃないですか部長とかって女の子が、はいはい、寄って飲むじゃないですか。そしたらめっちゃテンションが強いから飲みに行くんじゃないですか。あー、はいはい、っていうなんかそういう直接的な面白いことをやった方があーなんか僕は面白いかなと思いますけど、ね、はい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 、それやばいですよね。なんかサウザとかクエルボとかなんかそういうとことかすぐスポンサーとかついてくれそうじゃないですか。そういうのを、そういうふざけたことを会社が OK にするっていうことの方が企業のイメージが上がると思うんですよね。うん、
なるほどなるほど。そういうのはやっぱりなんだろう、例えば三菱商事とか三井物産あたりでやると僕はすごくいいんじゃないかなって。あー、なるほどなるほど。え、そこ行きたいって絶対なるじゃないですか。そういうお金の使い方がすごくいいと思いますか。あー、なるほどって。そうしないといつまでたってもなんか三大商社、三菱、三井、住友とかの、え、御社と三菱さんの違いは何ですかとか、そういうくだらない話になりますよね。 うちはテキーラガールが来てその方が絶対テンション上がると思いますけど。なるほどね。なるほどなるほど。なんかそのおじさん思考じゃないけど、今聞いて思ったら、なんかそれってなんか国とかだけじゃなくて、いろんな企業とか会社とかサービスもそうなりがちなの多いのかなってちょっと思ったんですよね。はいはい、というのは。いや、だからその例えば最近だったら、なんかあのチーズタッカルビとか分かります？ああ、はい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 。でそれに乗っかってなんかもうチーズ入れときゃいいみたいな。ああ、はいはいはい。なんかもうそう、何でもチーズ入れちゃうみたいな。はいはいはい。でインスタ映えするしみたいな。うんうん。だからその安易にもうチーズ入れときゃいいみたいな。うん。みんなプレミアムフライデーって言って早く帰ればいいみたいな。うん。そういうなんかこう、あ、なんだろう、安直な思考というか、はいはいはい、あのこれやっときゃいいみたいなことですね。そうみたいな、なんかわかりますか。実は多いのかなっていう、うん、だから、まあ、その国が、まあ、僕が言ってる国っていうのは、大きなお金を一瞬で動かせる人、もしくは企業、はいはいはい、もしくは国っていう意味で国って言いますけど、うん、そういう国がもうちょっとそういうコミュニケーションとか、そういうのをデザインできる若者をあの積極的に 採用というか依頼をして、そういう、なんだろう、若者向けのイベントをやるってのは僕はすごくいいと思いますけど。なるほどね。うん、はいはいはい。そこに頭が回らないのか、うん、若者が提案していないのか、うん、提案していたとしても何かの理由で断られるのかちょっと分かんないですけど、そういうのやったら面白いし、そういうのやったら僕やりたいですけどね。あ、何だろう、何ですかね。だちょっとその国として、あの皆さん そのお財布の紐をちょっと緩めたいんで、なんかいいアイディア企画出してくれませんかみたいなのだったら、うん、ちょっといろいろ考えたいみたいな、うん、へえ。で、僕やるんだったら国っていうよりももうちょっと、国よりもうちょっとスケールの小さい大企業とかを相手にしてやったらいいんじゃないかなと思いますけどね。なるほどなるほど。ほう、あと何かありますか？そしたら次は、何言っちゃいましょうかね。何でも行きましょう。今日の金曜ロードショー、もののけ姫らしいです。ほう、張り詰めてますね。見たことあるんですか？ないっすね。もののけ姫ってジブリですよね。はい、僕ジブリがあんまり好きじゃないんですよね。へえ、なんでなんで。昔からなんですけど、あ、まあ、今幼少期から、幼少期からです。今なんでって言われたことに何て返すかっていうと、多分怖い、絵が。へえ、絵が怖くないですか？あ、まあ、リアルってこと？リアル。うーん、なんか僕は昔からジブリの絵に対して怖いなって、多分今原稿ができましたけど。トトロとかもってこと？あ、トトロは見たことあります。でも猫バスが超怖いじゃないですか。なんすか、あの動き。もちろん猫バスは見たことありますよ。はい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 。なんかアンパンマンと比べてめちゃめちゃ怖くないですか？ドラえもんと比べてめちゃめちゃ怖いし、はい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 、名探偵コナンと比べてめちゃめちゃ怖いじゃないですか。はい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 。確かにね。はい。大人向けだとずっと思ってました。ああ。だから多分ほぼ見たことないですね。洋画の方が見るんですもんね、確か。洋画、
あ、洋画、あ、でも映画をそもそもあんま見なかったですね。最近は見ますよ。ちょっとなんだろう、英語のリスニング、ヒアリングの勉強にぐらいのノリで。へー、字幕なしで？いや、字幕はもちろんありです。あ、うん、ちなみになんか、アシナさんがここ最近見て、ああ、これはめちゃくちゃ良かったなみたいな映画ってなんかあるんですか？ああ、やっぱグレイテストショーマンだよ。やっぱり。グレイテストショーマン良かったっすね。どの辺がおすすめポイントですか、グレイテストショーマン。見てない方に。見てない方にですか？うん。まあ僕が分析するにあれのテーマは愛と金とコンプレックスなんですよ。うんうんうん、すごく時代に合ってるし、うんうん、要はあのヒュー・ジャックマン演じる、うんうんうん、主人公の人が、あの、まあ見せ物小屋みたいなの作って、うんうん、まあそれがサーカスの原型だっていう話なんですけど、うんうん、まああそこら辺のなんかビジネスのやり方、うんうんうん、まあ、あれは結局ハッタリから始まるんですけど、うんうん、俺は船を持ってるって言って船を担保に100万円、うんうん、まあ当時の1万ドルかな、うんうんうん、1万ドル借りたっていうところから始まるって、まあ、娘の助言を受けながら愛に包まれた家族でビジネスをしていこうっていうところなんですけど、うんうんうん、結局はそのビジネスに目がくらんで結局本当に大切な愛を忘れてしまったっていう、まあ 愛が大事か金が大事かみたいな、はいはいはい、そういうテーマっていうのも現代にすごく合ってるし、はいはいはい、で、あとはそのコンプレックスですよね。結局そのヒゲモジャの女だったりとか、太ってる女だったりとか、全身真っ白の、肌の男とか、全身タトゥーとかめちゃめちゃでかいとか、なんかいろんなコンプレックスを持った人たちがさあ立ち上がろう、俺たちだって自分があるんだみたいな、そういうやっぱこう、まあ LG 何でしたっけ、 LGBT、 はいはいはい、みたいなこともある世の中 の時代もすごい合ってるし、なるほどなるほどね、うーん、まあだからなんかこう反骨心とか、うん、これからやってやろうっていう人にとってもすごくいいし、おすすめ、すごいおすすめでしたね。泣きました？泣きました。多分もう見た瞬間泣いてました。わかる、わかる。なるほどなるほど、なんかちょっと次、はいはいはい、ハワイでハリケーンの影響で無人島が消滅したらしいです。え、どういう意味ですか？ハリケーンの影響で無人島が消滅した？にわかには理解できないです。海、島から砂地が消えたことが判明っていう。もう砂地持って帰っちゃったんですよ。ってことは海抜が上がったわけではなくて、あの砂が持ち帰った。砂が要はそのなんていうか太平洋かな、あそこはかなに埋もれたってことですか？もうそ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 う。ああ、はいはいはい。アメリカ行った時ハリケーンとかあったりしたんですか、シャさん？いや、僕は食らってないですね。そんなないんじゃないですか？あ、そうなんだ。はい、世界が丸見えで見るぐらいじゃないですか。世界が丸見えだったらもう毎日人死んでますからね。確かにね。はい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 、なるほどなるほど。そういえば最近の、まあ、一番ホットなトピックだったの安田さんが救出っていうか、はい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 、助かって、はい、それについて芦田さんとどう思われますか？あ、3年半でしたっけ、なんかね、3年4ヶ月みたいな話してましたね。ね、あ、3年4ヶ月か、はい、まあ、いろんな意見が飛び交ってますもんね。それは僕もすごく興味があっていろいろ見てましたけど、うん、浅田さん的にはどんなご意見？まあ何が正義かっていう話ですよね、うん、僕からしたら、うん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 、その正義によっていろんな主義主張分かれるんで、うん、まあその僕が得てる情報が本当かどうかっていうのは全く分からないですけど、うん、なんか安田さんは過去にもなんか自己責任で行ってきますって言ってなんか助けてくれとかっていう、なんかそれをなんか何回 もう繰り返してるみたいな。で今回も日本政府にちょっと行かないでくれって言われたけど、それを無視して、うん、いや僕は自己責任だからって言って行ったみたいな、うん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 、でなんかカタールが
身代金を出したみたいな、まあそのカタールが身代金を出したっていうのも本当かどうかわかんないですけど、うん、まあ、だとしたらカタールはすごい賢いなと思いますね。うん、要はその政治的に外交がすごい有利になるじゃないですか、やっぱり。で、日本はカタールが出したことで日本は出さなかったんだってことを決められるんで、日本からしたらなんか一生頭が上がらないじゃないですか、そこはちょっと有利な、うん、まあ、ビジネス的には有利なですよね。で、あとはまあ安田さんが自己責任でって言ったくせに、うん、なんか看板持って助けてください、うん、それはどういうことだみたいな感じの人もいますけどまあでもそこは、うん、自己責任だって言って意気込んで出たものの、うん、助けてくださいっていう気持ちは分かるじゃないですか。だからそこは分かったとしても、うん、安田さんがなんか帰りの飛行機のインタビューみたいなの見ました？ああ見てないです、見てないです。何を安田さん3年4ヶ月でしたけどいかがですかって言ったら、安田さんが一番腹が立ってることは何だと思います？一番腹が立ってること、はい、助けてくれなかったこととかじゃないですか、なんか例えばね、うん、でしかも助かった時に腹が立つことなんかあんま言わないじゃないですか、うんうん、ありがとうございますとか本当に良かったですってコメントが出るはずなのに、彼はカメラを全部持ってかれたのそれはないだろうってずっと怒ってるんですよ僕の商売道具であるカメラが、あのその武装グループに、武装グループにすごいな。だからなんかちょっとおかしいですよねプロ意識がすごい、うん、だからネットとかではプロの人質って言われてますからね。あーなるほどね。でなんかまあ全貌がどうかわかんないですけど、やっぱ一番面白いのは、うん、一番面白いのは安田さんがあのテロリストうん、の一員だっていうのはすごく面白いですよね。どういうことですか？ああ逆に、あ要はだからあれは全部仕組まれてるっていう。ああ俺がこうやってやったら多分どっか身代金出してくんじゃない、それやんね、はいはいはい、はい、そしたらお金もらえるじゃん、はいはいはい、で安田さん自身がテロリステログループに仕掛けて、で僕を助けてくださいみたいな、うーん、まあまあすごく面白い。真実はどうかは置いといてね、はい、だからなんか拘束されてる人からしたら、うん、安田さんは肌ツヤが良すぎるし、うーん、本来もっと痩せてるはずだとか、あで助かった時に怒りってのは出てこないとか、なんかそういういろんなその心理学者とかによったらなんかそういうの分かるわけじゃないですか。なるほどね。で安田さんなんかちょうどよくなんか奥さんが出てきたりとか、うんうんうん、なんかそれがもし全部映画として成立するじゃないですか。はい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 、はい、なるほど。そこら辺面白いですよ。まあでも、まあ、助かってというかね、うん、生きて帰ってきてよかったですけど、うん、なるほどなるほど。新刊の予定はないですか？また読みたいです。はい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 。あ、本ですね。ありますか？本の予定はないですね。本読みたいのかな、みんな。読みたいんじゃないですか、なんかこう勇気もらえるんじゃないですか。なんか勇気系の本はもう書かないかな、出すとしても。経営的な本だったら。経営的な本を僕は出したいですね。ほう。え、例えばその起業するためのとか。はい。ほう。企業、はいはいはい、あとはビジネスをどう捉えてるか、あとかっていうことを表裏なく出したいっていう。あ、ビジネスに対する考え方というか、はい、やっぱりその僕もそうでしたけど、うん、その僕は両親が2人とも労働者っていう環境を育てて、まあ、2人とも高卒なんですけど、そういうところが、まあ、今経営者で、まあ、自分の会社に自費で投資をしてるっていうこともやったりしてますけど、結局その何だろう、自分がそういう家庭環境で生まれ育ったってことは知識もないわけじゃないですか、経営に対する知識とか投資に対する知識とか。でやっぱそういう家庭環境で育った僕が今と考えてることはやっぱ全く違うんで、どうしても僕はそれを自分で見つけてきたんですよ。もちろんそのいろんな人に聞いたりとか、いろんな経験をしたりとかってもちろんそれはあるんですけど、つまりなんか僕が育ってきた環境、川崎の予備校だったりとか、経営を出たりとか、電通に行ったりとか、プルデンシャルに行ったりとか、でも
なんかそのビジネスっていうことを教えてくれる人は一人もいなかったんで、やっぱり。あ、みんな知らないんですよ、ね。はい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 、確かにね。はい、だからそれであの起業したいって、うん、無理じゃないですか。うん、説明書ないんだからっていう。うん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 。でも芦名さん説明書ない中でもこう始まったわけじゃないですか。はいはい、はい。芦名さん自身は。はい、はい。そこはもう どう学んでいったっていうか、なんかもう。だからそこは僕は経験から学ぶっていうことがすごくできたんで。はい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 。でこういう人が失敗するとかっていうことも、その起業してからじゃなくて起業する前からもいろんな人を見てきたし、いろんな経験を積んできたからこそギリギリ分かったぐらい。ですよね。だからやっぱりその起業してから、うん、なんか何年以内に、うんうんうん、なんか90何パーセントが潰れるみたいな言うじゃないですか。まあ、確かにそうなってもすごく思いましたし、だから結局が一番多いのが 今まで自分がやっていた、自分が勤めていた会社のものをちょっと小さいスケールでやるっていう起業はまあ多いと思いますけど、それが一番確実なんじゃないですかね。ああなるほどね。営業の会社に勤めてて自分で営業をやってみるみたいな。ああそうですそうです。そうです。なるほどなるほどなるほど、まあ、あとはそれが自分の美学と反するかどうかっていう。僕はすごく自分の美学と反するんで。どれがですか。いや自分が勤めてた会社のものを小さい会社でやるっていうのは僕の美学にすごい反するっていうか。はい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 、はい、プルデンシャルで勤めていて営業が良かったからって自分で、うん、なんだろう、保険の営業会社を作る、うん、なんか自分が稼げる以外の理由が思い浮かばないんですよね。あ、自分がやりやすいみたいな、はい、はい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 、そこはモチベーションにならないってことですよね、芦田さん。だってお客さんからした、お客さんにしたら絶対会社が大きい方が信頼はあるじゃないですか。うん、なるほど。手数料とかも高くなるかもしれないし、その方が。芦田さんの美学は何なんですか、ちなみに。まあ、それはその時その時によってすごい変わるんですけど、うん、状況状況によるってこと、そのそうですそうです、対象対象によって、はいはいはい、美学を一言でとは言えないですけど、美学ですよね、はいはいはい、ダセーと思うことはしないっていうか、なるほどね、まあそれか普通の人がするようなことはしないとか、あ、結局なんかそういう選択な気がしますけど、ね、みんななんかうまくいきたいとか言うくせにみんなと同じことやるんですよ、うん、あでも成功するって100人いたら成功するの1人か2人じゃないですか、はいはいはい、1人か2人もいないかもしれない、うん、でもみんなその1人か2人になるために100人と同じことをするんですよ、うん、それは無理でしょうって、うん、でもしくは結果を出すことを諦めて人と違うことをやってるってことに楽しみを感じる人もいるし、あ、なるほどな、うん、はいはい、なんかちょっと今美学でちょっとあれ思い出したんですけど、はいはい、アジナさんなんか好きな言葉とかあるんですか、ちなみに。好きな言葉なんかあるじゃないですか、自己紹介とかで好きな言葉とかマイポリシーとかあるじゃないですか。あ、まあ今は全然あんま意識しないですけど、はいはいはい、ずっと好きだったのは青は愛より入れて愛より青しっていう、ああ青ってあるじゃないですか、はいはいはい、青色、うん、青い色ってどうやって作るかっていうと、昔は藍っていう植物から作るんですよ。藍染めの藍ですよね。藍染めの藍です、はいはいはい、で藍っていう植物はそんな青くないんですよ。うーん、なんか青と白の間、はい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 、青と白のまだらっていうかグラデーションみたいな感じの、まあ、もしくはちょっと紫っぽい、なんかそういう感じの色なんですけど、その藍からその布を染めると、うん、めちゃめちゃきれいな、うん、あのブルーデニムよりきれいな真っ青になるんですよ。つまりそんなに青くない藍から青色ってのは取れるよっていう、うん、藍は、あ、青は藍より入れて、うん、藍より青しっていう、うん、僕はそれはあのコピーしたものがオリジナルを超えるっていう意味として僕は理解してるんですけど、うん、ああ、はい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 、ああ、なるほどね、はい、それが何で好きだったんですか。え、僕の人生が全てそうだからっていう、うーん、
うん、要は野球上手くなりたいと思った時に、うん、少年野球やってる時に、うん、野球上手い先輩がいるじゃないですか、うんうん、野球上手い先輩から習うんだけど、うん、その野球上手い先輩よりも上手くなってるっていう、あ、はいはいはい、最高じゃないですか、はい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 、電通とかもそのコピーライターの先輩から習うんだけど、そのコピーライターの先輩よりもいいコピーを書いてる。プルデンシャルも営業を習う先輩よりも売れてる。なるほどなるほどなるほど。でそこに僕はすごくなんだろう、あの謙虚な美しさを感じるんですよね。うーん、最初から我流でやろうとか、うんうん、最初からこういう違うことをやってやろうっていうその木をてらった、うんうんうん、あのアホではなくて、うんうんうん、ちゃんとその先人の知恵を全て拝借させていただいた上で、うんうん、その先人を大きく超えるっていうことに僕はすごい、なるほど、なんだろう、美しさと迫力と、うん、なんかこう凄さを感じるっていうか、うーん、そうすればなんか抜かれた人も、うんうんうん、俺が教えてやったって一生言ってもらえるじゃないですか。ああ、はい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 、はい、なるほどね。なんかそういうやっぱ人間関係も含めてすごい大事なんで、あ、青は愛より入れて愛より青しっていうのがすごくいいんじゃないですか。経営者になってからそういうのがもらったっていう感じですか、イメージで言うと。いや、まあ経営者になってからもちろんいろんな事例をパクりまくってるんで、あそこはこうあった、あそこはこうで、あそこはこれだからうまくいった、あそこはこれだったから失敗したとかっていうのを、あの明確にっていうよりもこう薄く広く入れて自分の中で体系化するっていう。なるほどなるほど。という感じで、まあ、今回はちょっとロングバージョンでしたね。ロングバケーションになりましたけど、ちょっと弊社の方でお知らせがありまして、はい、ビーツ、はい、というフィットネス事業を弊社でやらせていただいてるんですけども、はい、8月8日に代官山にオープンして、うん、2ヶ月ちょっとして10月29日なんと麻布店がついにオープンするということで、おめでとうございます。でこれからも急展開して年明けにもうすぐもう1店舗出そうかなと思ってスピーディーだな、まあ、もちろんお金もエネルギーもかかるんですけど、はいはいはい、まあそんな中そんな事業に、お手伝いとか、うんうん、なんかそういうインターンとか、うん、そういうふざけた感じじゃなくて、もうガチンコで、あのもちろん報酬も、うんうん、多額の報酬ももちろん払うし、うんうん、なんかがっつり成長してもらいたいし、うんうんうん、でがっつりなんかここで働いてよかったな、うん、って一生言えるようななんかものメンバーを作っていきたいなって思ってるんで、うんうん、そんな募集を11月の11日から開始しますんで、うん、ぜひそんな方はお見逃しなくということで、はい、ということで、今回ありがとうございました。はい、ありがとうございました。